来獣目のアストラポテリウムアストラパスリアムマグヌムの頭骨。国立科学博物館の展示。馬ひずめ中目は化石哺乳類のタクソンの一つ。新生代の南アメリカ大陸に生息していた、有ヒズメ動物である、かつ去目、南ひずめめ、来獣目、いひずめメかじゅうメの五目を総括する。中目は、命名者マッケナと ベルガメと上目の間に追加した二つの階級のうち、下の方で、上目、大目、中目、目、と並ぶ。彼らの分類では馬ひ目注目は、上従、巨目、拳従、上目、夕杉目、大目に属する、いくつかの中目の一つであったが、この上位分類は広く支持されなかった。このため、どの階級とすべきかについては、未だ議論が多い。学名、マリディング・ヤラタは、直訳すると、 正午のヒズメのイだが、メリジマイナスには、南という意味もあり、南半球産であることを表している。起源については、他の多くの夕ヒズめ動物と、同じく白紀末に栄えた、仮説木から進化したとする説が有力であり、当然に、ローラシア獣アメに属すると考えられているが、アトラントゲナータ仮説の考え方により、ローラシアル類とは別系統で、ゴンドワナ大陸で出現。 進化した、独自の系統とする説もある。最新のプロテオーム解析を用いた研究によると、少なくとも、トクソドンとマクラウケニアに関しては、うまめの姉妹群とされる。他の大型哺乳類が少ない南アメリカ大陸で、適応拡散を遂げ、様々な形態の種が現れている。その形態はあたかも平行進化の見本種のごとき、様相を呈しており、像のように鼻の伸びた、 ピロテリウム、カバに似た、トクソドン、馬と同じく蹄が一本になった、トアテリウム、ラクダに似たマクラウケニアなど、別系統であるはずの旧世界の哺乳類たちによく似た、形態に進化しているものも多い。先進予中期の約300万年前に、パナマ地球が形成され、北アメリカ大陸の哺乳類たちが、 南アメリカ大陸に移住するようになると、生存競争に破れニッチを奪われた種が、次々と絶滅し、馬蹄ず中目は大きく衰退した。カツキョメや、南蹄ず目の一部の種はそれでも、明脈を保ち続けたが、更新世には絶滅した。更新世末期、最終表記の終盤になると、ベイリング地境を渡って、南北アメリカ大陸にホモサピエンスすなわち、 原生人類が移住すると、大型哺乳類の多くの種が急速に絶滅したが、その中にマクラウケニアなどの最後のヒルヒズメ中目が、含まれているのか、あるいはすでに人類の到達以前に滅んでいたのかは、はっきりしていない。ウェルカー、フリード、イアル、エンシェントプロティンズリゾルブザイボリューショナリーヒストリーオブ、ダーウィン、エッサウスアメリカンアングヤラッツ、ネーチャー、522、 81から84、ありがとうございます。